事ある日の野口です。僕はね、思ったんですよ。世の中にきっといる膝で回れないことに悩んでいる人。今日の動画はちょっとダンス経験者向けです。でもダンスやってない人もやってみたら面白いかもしれないので、ぜひ見てみてください。このチャンネルはジョージアンダンスのことを日本の皆様に伝えていくためにやっているので、ぜひぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。でね、ダンサーの皆さん、きっと数多く舞台を踏んでいる皆さんだったら、もしかしたら膝で2回転する日が来るかもしれない。特にミュージカル業界ですね、ウエストサイドストーリーとか。人間普通に生きてて膝で回ることってあんまりないと思うんですけど、回ったことない人もこの動画を機にぜひ回ってみてください。というわけで今回はジョージアンダンスにおける難しい2ターンのやり方を4つのポイントに分けてやっていこうと思います。それではやっていこう。以上4つが2ターンにおける最も重要なことだと思います。基本的には普通のピルエットと同じで体幹がぶれないことが大事なんですけど、踊りをやったことない人はぜひぜひチャレンジしてみてください。あ、ニーパッド忘れず。それではまた次回。グッドホップガモイツルアルヒ、チャンネル登録お願いします。バイバイ。